皆さんどうもです、ポルシェです。今回は対面技解説、その対面技の中でも特に大会でその進化を発揮できる対面技解説ですね。アリーナとか剣幕とか純粋な1対1の対面技解説はすでに出してるんで、よければ見てください。今回はその対面技の中でもさらに大会とか重たい勝負に特化した技ですね。重たいっていうのは2つの意味で、やっぱり最近レベルが高いんで人が残るラグい環境でもうまくいく技、そしてもう一つ、敵が強い時の技、大会のようなレベルの高いヘビーな状態でのリフレッシュ技というのに絞った対面技の解説ですね。かなりレベルの高い状況に対応するための技なんやけど、技自体はできるだけシンプルで使いやすいものを解説しようと思います。それでは行ってみましょう。Let's go!では早速、まずはリートもソロ大会のリフレッシュに使っていた大会でよくあるシチュエーションを打開するリフレッシュ技ですね。まあ例えばあの木のボックスの中に自分がこもっているとして、6分の1アンチこういう風にジャンパで移動してとあるボックスの上にくっつけていくボックス、わかるかな。まあよくあるシチュエーションやと思うよね。こういうボックスの上に乗ってこれで止まるっていうシーン結構見たことあると思います。このくっつけ方をしてるボックスですね。で、自分がかつ下にいるとき、アンチ運が良くてずっとこもってるだけのときは、大抵上にね、くっついてくると思います。この上にくっついてきた人に対して、編集だけで落とし込むという技ですね。まあ、ここに屋根を引いた方が、カウンターとか、相手が防ぎにくいんで先に引いてあげて、あと編集だけ。まずこのくっついてる上壁一線を開けて、で、次。床はこっちの手前の2マス、そして屋根は持った後奥の2マスを触ると崩れます。で、相手はこの銃声とかは鳴らしてない、張り替えとかのクワの音も鳴らしてないんで、全く気づかない間にここの屋根に落ちていくんで、その落ちてきたところに対してショットガンとアサルト打っていくっていう技ですね。まあ実際にこれは見てもらった方が早いと思うんで、まずはそのリートのアジアでの勝負を見てみようと思います。アジアキャッシュカップでね、これ使ってたよね。ここへまずこの上に人が一人いると、これジャンパで飛んできたんですよね。このボックスにつながってる。で、今ここの上にマスを編集してますよね。で、屋根を逆にしてここで横一線上げて屋根入れて、で落ちてきたのをまず胴打ち一回当ててから綺麗に囲って2発目。これはまあ一発目は正直全くリスクなく打てると思うんで、二発目丁寧に当てていけば間違いなくリフレッシュ取れます。もう一人、アルバスクリームでフォーティックさんという方がね、めちゃめちゃうまいプレーをしてくれたんで、ここのシーンですね。これも全く一緒。横一線開けて、手前の床と奥の屋根を逆に編集して、こんな感じで一瞬でここも。相手はギリギリ、建築張ろうとしてるけどどこも張れないし、落とされてカウンター入れたけどちゃんとダメージレースで勝ってるんで強い技ですね。では2つ目、さっきの状況とほとんど一緒やけど、まあ例えばさっきのはここに壁が張られてなかったり他にくっついてるところがなければ使える、まあ一応限定的ではある技なんですよね。で、もう一個、一番よくあるリフレッシュで、相手が上にくっついてきた時崩せもしないという時に、こう階段とか屋根張って壊して張り替えてって、相手の上にいる人のボックスを崩して相手を落とし込むっていう技はよく見ると思うんですけど、その時に仮に相手がこういう風に手前ではなくて奥に立ってた時に使える技で、これはエピックウェールがね使ってたシーンも解説したんですけど、ここでちょっと透かしてみて、敵が奥ら辺にいるなって思ったらこの屋根を壊して階段を張ってあげると。そしたらまあこれはちょっとギミック上浮いてしまうんやけど、普通の人やったらここに出てくるんで、階段が上に来て自分が屋根とかを張ってなんとか耐えようとしてもどうしても落ちてしまうんですよね。まあこれもまたエピックオイルのシーンとか見てみましょう。これですね、まあ解説動画にも使ったシーンやけど、これがマジで見事な対面キル。上に人がいて、ここを削ってまず床を取って、で透かした時にここに敵がいるんで、ここの位置だと階段を張れば落ちてくるんですよね。でここでしっかりとピースコントロール削って囲って倒していくと、
いやー、うまい。まあ、自分でもちょっとやってみたシーンがあるんで、もう一個、見てみようと思います。これも大会ですね。トリオ大会なんですけど、まあ、トリオとかでもうまいこといきますね。まあ、こういうシーン、このリフレッシュのシーンはトリオとかでも結構多いと思います。で、相手が自分の床取れて編集して、相手が屋根1枚の上にいる時に張り替え勝負。まあ、もちろん張り替えれない時もあるんですけど、相手は焦ってたり、屋根を取られると思ってなかったりもするんで、まあ、壊されるだけで屋根取られないと思ってる人も多いんですよね。でもそこで自分は、味方は壊してもらって、自分はここで階段を張ったんですよね。で、綺麗にここに落ちてきて、3人で倒すと。で、またもう1回上に1人いるんで、ここもしっかりと、まあこれはこれでまた別のところのね、リフレッシュないけど、どんどん1マス上の敵に対して削っていくみたいな感じですね。まあ今の技もソロでも使えるし、トリオでも使える技ですね。では3つ目はもうめちゃめちゃ簡単、もう技と言っていいのかどうかわからないレベルの技ないけど、こういうふうにボックスがあったとしたら、これです。何してるんやって なると思うんやけど、まあこれを敵視点で見てみると、これ今なんか的全然見えないですよね。中に実はけど的がいるんですよね。屋根の根元でしゃがむ。こうするだけで斜線が意外と切れたり、まあほとんど今高さも形も一緒ぐらいなんですけど、外から見ると全然見えないと。窓開けで打とうとしても打てる斜線がほとんど通らなくて、まあ、三角円周もちゃんとジャンプで見えてないところをきっちり当てれる人はもちろん当ててくるんですけど、でもそんなに当ててくる人はいない。で、これのいいところは、まあ、張り替えとかでも使えるんですよね。壁取られて床も取られるタイプっていると思うんですよ。ここで壁取って、で屋根も入れ込むと。壁取って屋根も入れ込む。ああ、屋根入れられたってなった時焦ってしまうと思うんですけど、まず何をすればいいのかというと、こう後ろに引いて屋根ハイドで、次張り替えて、うまいことをカウンター狙っていくとかでもいいし、まあ、屋根ハイドで打ち合いをあえて勝負する。右上三角円周開けてくるタイプ多いと思うんで、こう来たらここら辺にエイムを置いておくと、相手がジャンプする位置大抵ここなんで、一応エイム勝負に持っていけたりもしますね。うん、この屋根の下に根元にしゃがむっていうのは、攻めでも守りでもかなり強い技なんで、おすすめですね。もう本当にキャラコンの技みたいな、細かいんやけどね。まあこれも一応参考例があるんで、何個か見ていこうと思います。まずは攻めの屋根しゃがみから見ていきましょう。屋根しゃがみで攻めてなんやねんと思うかもしれんけど、まあ斜線を切るっていうのが一番の面ですね。屋根に乗って今普通に打ち合って、でここで一旦当てた後、屋根の根元に一旦しゃがみを入れることによって、相手はこう見てると思うんですけど、斜線は通ってないよねこれ実際は。で、相手は打てずに自分が綺麗にワンパンしていけるという、まあキャラコンでのかわし、めっちゃシンプルやけど簡単やし、おすすめですね。これも屋根しゃがみですね。これは逆にさっきとは違って攻めではなく守り。まあ守りというか、相手が上手い時にどうすればいいのか。上手い人は壁を取るだけじゃなくて、床、屋根とか階段を入れ込んでくるんで、ここの正面の壁、敵の壁で開けて、屋根しっかりピースコントロールで入れられて、で、どうするのかってなった時に、もうとりあえず屋根の根元でしゃがんでみると、意外と当てられずにかわせて、なんとか逃げることができたと。まあ、これするだけでも結構結果が変わったりするんで、おすすめですね。相手に要求するエイム力がかなり上がるんで、結構当たらないんですよね。これも屋根しゃがみの例ですね。ここでうまいこと相手がカウンターはできたけど、ちゃんと壁取ってしっかり屋根も入れ込んでってなって、こう一発食らってギリギリ。でも相手の壁やし、下も逃げれんし、どうしようってなった時に、とりあえず屋根しゃがみで、この窓開けてきたけど、この窓じゃ打てないんですよね、なかなか。で、屋根にしゃがみながら張り替えを模索して、張り替えれて、で、相手の進行はこう止まると。まあ、そういう屋根しゃがみの技ですね。そして、ここからもう一個、派生というか、まあ、全く別の技なんやけど、おすすめの技があって、まず覚えてほしいのは、スイリームクラシックというものですね。これは前回の対面解説技でも紹介した、すごい便利で、攻撃も防御でも強い技なんやけど、ここから、上に敵がいて自分が下の時、足元に階段を引いて、上に床の手前のマス開けて、階段入れて、ジャンプでヘッドショット。これがスイリームクラシックのベーシックな、
戦い方で、このスイリームクラシックを、逃げながら使う、逃げに使うというものですね。これもまた相手が上手い人に対しての対策技、上手い人はやっぱりさっきみたいにこう張り替える時に屋根入れてくるタイプか、階段を入れてくるタイプいると思います。で、階段を入れてくるタイプは、まあ十中八九モングラールクラシックをしてきますよね。で、そういう時にどうすればいいか、まあ、自分の建築が木で、レンガが敵としましょう。レンガ張り替えて階段と、壁取られたモングラールクラシックしてくるって時に、自分はあ、階段入れられたなってなった時にどうすればいいのかというと、下に逃げて階段をつけると。で、そしたらモングラールクラシック開けてきた時に、今度はスイリームクラシック状に形がなるんですよね。自分が階段編集してないけど、逆に守りから攻めに転じれると。で、しかも下に逃げる時って大抵、あ、下に逃げたと思って、下こうエピックオイルみたいに予測して囲いに行く人もいると思うんですけど、先に階段を置いてるおかげで一回下に逃げて階段張って横の壁取られても、まあ、元に戻ればいい話なんで、かなり使いやすいと思います。まあ、これもね、見てもらった方が早いかな。まあ、逃げカウンターですね。まあ、これちょっとワンパン練習の時に出てきた技で、もう一個あったはずないけどね、うまいことできたところ、なかなか数少ないシーンではあるんやけど、今自分が能動的に壁を開けて攻撃しようと思ったら相手が上手くて、ここで打とうと思った時に相手はちゃんとカウンター対策に階段を入れてきたんですよね。で、階段を入れてきた時に、ここからまあ多分階段編集して打ってくると、まあこれもクリアやし、まあそらそうやってなっちゃうかもしれんけど、多分対面勝負でもやっぱり自分の編集権握った階段は編集してくると思うんですよね。で、編集してくるのを対策して、まず手前の床を開けて一段下がって、で、今度は逆に打ちに行くんですよね。で、ここ床がこの形にちょっと出っ張るんで、編集したら相手はまっすぐ突っ込みにくいと。で、それをうまいことを利用してカウンターヘッシュワンパンみたいな技ですね。逃げのスイリームクラシックみたいな、これは結構やっぱり上手い人相手とかにも刺さったりするんで、おすすめの技ですね。まあ今言った屋根入れられる時と階段入れられる時の対処法、やっぱり相手が上手いこと攻めてくる時の対処法の対面技みたいな感じで解説しました。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、まあ限定的な場面が多い対面技ではあるけど、大会は逆にこういうシーンが多いと思うんで、ぜひね、皆さん何か一つでも使ってみてもらえたらなと思います。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。